世の中の課題を解決していくサービスなのかどうか、はいはいはい、毎週常勤で取締役会があって担当審会開けるような状態になっているのでスタートアップ同士 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組はヘンゲさんとイニシャルさんにスポンサードいただいてお送りをしております。お世話になってます。今回からはユナイテッドの八重樫さんに来ていただいておりまして、お話にも出てまいりますが、オールラウンド、いわゆるどんなステージのスタートアップにも投資されていらっしゃるんですけれども、その中でそもそもどういうところに具体的に投資しているのかとか、どういうサポートをしていらっしゃるのかっていうところも含めですね、番組後半の方でお伺いをしてきておりますので、ぜひ最後までご覧いただけると、八重樫さん自身ないしはユナイテッドさんがどういう会社なのかよく理解できると思います。それではご覧ください。スタートアップ同士 TV。 今回からですね、ユナイテッドのキャピタリストでいらっしゃる八重樫さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の前職時代からユナイテッドさんが投資事業をやられていらっしゃるのはよく存じ上げてますし、たくさんの会社さんに投資していらっしゃるのをよく知ってはいるんですけれども、視聴者の皆さんでいうと、まあ、初めて知るっていう方も一部やっぱいらっしゃるのかなと思いますので、うん、改めてまずは八重樫さんの方からユナイテッドさんってどんな会社なのかってところ、大きいところからちょっとお話いただいても大丈夫ですか？あ、かしこまりました。ユナイテッドという会社なんですけれども、はい、の力を最大化し社会の前進を加速させるっていうパーソンのと、人材事業と教育事業とあと投資事業をあのコア事業と定めて事業を展開しているような会社になっております。2012年の12月にスパイアという会社とモーションメイトという会社が合併してできた会社になっておりまして、もともとアドテックとかネット広告のイメージがある方多いかもしれないんですけれども、スマホシフトで出てくる事業機会にどんどん参入していってっていうことをしていたんですけれども、昨年度本当に会社として大事にしたいこと、話し遂げていきたいことが何だっけっていうところを経営陣で議論してきながら、今のパーパスを策定して、教育と人材と投資っていうところも有機的につなぎきながら強みを出していこうというところで事業を展開しているというような感じになってます。なるほどですね。そう聞くと投資先の方々とかもまさに人材とか教育系の方がやっぱり多かったりもするんですか？事業連携みたいなところはもちろんあってもいいとは思ってるんですけれども、いわゆる準投資に近い形でご出資をさせていただいているっていうような感じになってますね。理解です、理解です、はい、いわゆる事業会社さんとしてのVC、CVC と呼ばれるカテゴリーにもなるのかなと思うんですけど、ファンド規模というか投資規模だったりとか、どういう投資活動をしているみたいなところだと、どういう予算感でどういうチケットサイズでとかっていうところって、なんか大枠どんな感じで今やってらっしゃるんですか？基本的には今 BS 投資、はいはいはい、でファンド創生数に BS で投資してるっていう形になっていますと、なのでかなりフレキシブルにご出資っていうのをさせていただいていて、シードからレーターまでご出資させていただくこと、オールラウンドって感じですね。そうですね。でリードもフォローもどちらも取ることがありますと、でチケットサイズも結構本当にケースバイケースっていう感じで、先ほど申し上げた通り事業連携ももちろんあってもいいですし、出せなくても大丈夫みたいな形ですと。ただその注力していきたいなっていうふうに思ってるところでいうと、結構シードアーリーのフェーズで結構リード投資っていうところフォローしていこうというような形で今やってるっていう感じですね。ありがとうございます。改めて本当にオールラウンドで、シードアーリーってところっていうところはフォーカスしてるのが分かったんですけど、 2B2C とかっていうところでなんかフォーカスしてるところとかっていうのも特に今はあられないんですか？本当にないですね。バーティカルサースにも投資しますし、エンタメ系のサービス、通信料理のサービスにもご出資させていただいてたりみたいなところなので、ディープテックとか、本当にマテリアルとか創薬とかっていうところは、そもそもお力添えが難しかったりみたいなところがあるんですけれども、 IT とかネットを絡めてサービスっていうところであれば、基本的にはオールジャンルでご出資させていただいているというような感じですね、そうなると本当見ていただいている皆さんもすごく問い合わせしやすいのかなと、コンタクトしやすいのかなと思うんですけど、実際には投資検討というか、投資資金調達目指している方からすると、どのぐらいの検討期間が必要になるとか、シードアーリーがメインだとするとどんなもんぐらいっていう想定なんですかね？ここも本当に資金調達されている企業様のスケジュールに可能な限り合わせられるかなというふうに思って、結構金額によるんですけれども、毎週常勤で取締役会があって担当審会開けるような状態になっているので、一定の1億以上とかになっちゃうとまた別でちょっと時間がっていうご相談はあるものの、それぐらいのスパンで投資審会はあるので、目標時期に合わせて、もちろんそこはご相談の上でっていうところはあるんですけれども、柔軟に対応させていただくことはできるかなっていうふうに思ってます。めちゃめちゃいいですね。ちなみに改めてになるんですけど、そのぐらいのスケジュールで起業家の要望に合わせながら検討期間もってなると、結構な速度で
でも投資してるのかなと思うんですけど、年20社ぐらいは出資させていただいているので、いわゆるその CVC という括りの中で言うと、はいはいはい、かなり出資させていただいている方間違いないかなと、はい、思いますね、はい、あ、なるほどですね。ちなみにまあ投資した後のコミュニケーションですと、はい、CVC の皆さんとかだと、はい、どうしてもその事業会社さんとの連携とか、うんうんうん、まあ、そのシナジーみたいなところでご支援するケースも多いのかなと思うんですけど、はい、ユナイテッドさんの場合は投資した後のご支援って、はい、まあ、それこそリードだったりフォローだったりとか比率によって何か違いがあるのかとか、はいはいはい、具体的にはどんな感じのフォローをやっているみたいなところでどういう感じなんでしょうか。基本的にはご要望いただいた中でできる限りご支援させていただくってところはあるんですけれども、うん、リードで投資をさせていただくっていうケースにおいてはかなりやらせていただけることは多いのかなっていうふうに思っていて、キャピタリストチームとは別にバリアップチームがあるんですね。すげえ。ご支出させていただくタイミングとかでそのバリューアップチームとしてちゃんとできることってあるんだっけみたいなところの目線合わせをさせていただいてご出資をさせていただきますと、ご出資する内容みたいなところもそれこそ事業戦略とかその KPI どう設計してどうモニタリングしていくんだっけっていう戦略レイヤーのところもやりますし、エグゼキューションに近い部分のご支援みたいなところも入らせていただいているので、結構ゴリゴリのハンズオンもしますって感じなんですね。そうですね、要望に応じてやらせていただいてはいますね。組織面もそうですし、マーケもそうだし、戦略もそうだしっていうところで、会社さんにとって一番必要なものっていうところを目線合わせをさせていただきながらやらせていただくっていうような感じになってます、はい、毎年というか、まあ、年に約20社投資されていて、はい、本当にいろんな投資事例あると思うんですけれども、象徴的というか、例えばまあこういう投資先がいらっしゃってこんな背景とか狙いがあって投資したみたいなところとかって具体例ありますでしょうか。例えば自分が直近でご出資させていただいたところでいうと、はい、LTBっていう会社があって、外国人の雇用のプラットフォームを提供している会社なんですけれども、在留資格ってあるじゃないですか、はい、あれってもうめちゃくちゃパターンが1000パターンぐらいあって、うんうん、雇用する側ってその在留資格を持っている人が働けるのかどうかみたいなところを判断するのって結構大変なんですよね、はい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 、それはもう在留資格を登録するだけで、その在留資格で働ける会社だけ応募ができるみたいなことをやってる会社なんですけれども、まあ、そういうところがなんか普及することによって外国人の方が日本で働く中でキャリアの選択肢っていうところを最大化して自己実現できるようなものかになればなっていうところでご出資をさせていただいたりみたいなところが自分のところではありましたね。あとはリード出資っていう直近だとミスエンジニアさんの会社にご出資をさせていただいて、女性向けのプログラミングの教育をするような会社なんですけれども、女性ってライフイベントでなんか結構影響を受けるところがある中でスキルを身につけていくことによって自己実現だったりとかやりたいことやって働いていくってことにつなげられるよねっていうところで、弊社のパーパスに共通する部分が通じる部分があるなっていうところでご出資をさせていただいたりみたいなことはさせていただいてます。今の2社のお話を伺っててもやっぱり投資リターンっていうところは多分大前提だとは思うんですけど、うんうんうん、その社会的な意義とか社会的な価値っていうのもすごくユナイテッドさんとして大事にしてるっていう感じなんですかね。そうですね、社会の前進を加速するっていうのは世の中の課題を解決していくサービスなのかどうかみたいなところは重要視してる部分ではありますね。ありがとうございます。最後に八重樫さん目線での視聴者の皆さんにメッセージっていう感じでいただければなと思うんですけれども、はい、本当に今オールラウンドオールジャンルで投資しているからこそ、八重樫さんご自身が、まあ、一キャピタリストとしてなんかどんな起業家探してますみたいなところをもしかしたら見ていただいている方々の中に考えているいるかもしれないないのでお願いしてもよろしいでしょうか。正解とかがどれということではないとは思ってはいるんですけれども、はい、個人的にはその領域に対する思いが強い方にはすごい惹かれるんですよね。現場に対し現場をすごいよく知っていて、その課題に対する解像度がすごい高くて、はいはいはい、実際これやることによって世の中どうなっていくんだっけっていうところに対する志がすごいある人みたいなところは共感しますし、ぜひご一緒したいなっていうふうに思うので、なんか持ってるものだったりとか考えてることがであればぜひお話をさせていただけると嬉しいなっていうふうに思ってます。ちなみに見てる市場とかあるんですか。はい、いくつかなんか興味がある分野っていうのはあるんですけれども、はい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 、例えばなんかそのテーマ感でいうとレガシー産業の DX とかって、はい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 、いろんな企業家さんの話を聞くと、うん、今もこんな感じなんだって多分どういうテーマ感でやられてらっしゃると思うんで分かると思うんですけど、はい、時間軸のいつなのかっていうのは、ね、必ず変わってくる領域だなって僕は思っていてですね、なんかそういうところに思いを持ってやられてらっしゃる方とか、まあ、そういうテーマ感ってところはすごい好きですね。自分のなんか個人的な好みというか人とのつながりをなんか作っていくみたいなサービスとかみたいなところは結構興味があって、直接的間接的に作っていくみたいなところのサービスみたいなところは結構好きでよくお話を伺わせていただくってことは多いかなと思ってます。ありがとうございます、はい、概要欄の方にユナイテッドさんのお問い合わせページの URL 記載があったりですとか、八重樫さんの Facebook の URL も載せさせていただいておりますので、ぜひ見ていただいた方の中で一回話してみたいなとか面談させていただきたいなって方はお問い合わせフォーム等からご連絡いただければなと思っております。よろしくお願いします。
それでは八重樫さん、今回はご出演ありがとうございます。ありがとうございました。また皆さんも次回以降も見ていただければと思っておりますので、チャンネル登録してお待ちください。それでは次回お会いしましょう。さよなら。スタートアップ同士 TV、 視聴者の皆さんで資金調達に関する相談をしたい、もしくはスタートアップ企業へ出資協業をしたいという方は、動画概要欄から LINE 公式アカウントに登録いただくと、日程調整情報やその他限定情報も配信していますので、ぜひそちらからご相談ください。